この選手に注目が集まっています。ここ3試合で4ゴールと乗っています。どのような試合になるでしょうか。今日の会場はオレンジベロドロームです。晴天に恵まれ絶好のコンディションの中での試合となりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇さんをお迎えしています。リーグワンのこの一戦、オリンピックマルセイユが南東を相手にします。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがマルセイユの先発メンバーです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボールダッシュが鍵になります。マルセイユのボールで試合が始まります。あそこは行かせちゃダメですね。仕掛けてくるのか。入れば1点リード。難しいシュートでしたが枠を外れます。ファールを取られました。ただしまだ警告は出ないようです。いい形でゴール前まで持ってきました。ディフェンダーがうまく読んでいました。サイドにスペースがあります。崩してきた。攻撃を断ち切れていない。キーパーが止めましたがボールは生きています。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。ヤヤトゥレ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。これは絶好のチャンス。どう動くか。キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。中に入れた。ここはしっかりクリアしました。中央にクロスが上がった。決まった。ピッチ上の場所を問わずプレスをかけボールを奪い返してのゴール。体力的にも厳しい中でのプレーでしたが見事です。この失点は監督も一体何をしてるんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に出すか、大きく前に飛ばさないとダメでしょう。中途半端にクリアしたことで相手のチャンスになってしまいました。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。
ドリブルで運びます。これはいいぞ。エリア内滑っていった。スローインで試合が再開となります。Votre attention, le nom du gagnant ou de la gagnante de notre grand jeu concours sera publié demain sur notre site internet. Merci. ディフェンダーのインターセプト。これは惜しい場面でしたが、ボールはラインを割りました。マルセイユですが、あまりボールに触れていないようです。まあポゼッションも大切ですが、1人の選手が1試合でボールを触る時間は平均1分ほどです。現在のスコアを見ても、勝つためにはオフザボールの動きが肝心だと分かりますね。うまく読んだインターセプト。チャンスにできるか。ここはロングシュートでした。キーパーがコースに入っています。攻撃に移りたい。チャンスになります。レフェリーがフリーキックを指示しています。ベンチに動きがあるようです。負傷した選手でしょうね。あまり無理はさせたくないでしょうから。さて、他会場で行われている試合の情報が入ってきました。スコアに動きがありました。はい、最初のゴールがアンジェに生まれました。現在スコアは1対0。時間は41分を過ぎたところです。わかりました。報告ありがとうございます。このプレスは素晴らしい。ボールを外に出させました。スローインです。ドリブルで敵陣へ持ち込む。サイドから中を狙う。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。後半戦の開始です。さあ、ゴールを狙いに行く。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。別の角度からご覧ください。試合の途中ですが、ここで他会場の経過をお伝えします。どうやら PK 突破した。守りきれるか。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。このパスは通らない。決まれば1点差。1点差に詰め寄る絶好のチャンスでしたが、シュートは入りません。惜しかったですね。反撃ののろしとするためにも決めておきたいシュートでした。マルセイユ、サイドのスペースが広く空いています。中にクロスが入った。このシュートは外れます。ボールを失った。
パスが通りません。ボールがフリーの選手へ。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。トラップができずボールを失います。ここはインターセプト。しっかり予測していました。見事なスルーパス決めてきた。ゴール、マルセイ。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うアングルから見てみましょう。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ボールを運んでいます。決まった。素晴らしいシュートだ。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。裏も見えていたのか。1対1からシュートを決めるだけという場面でしたがミスになりました。プレッシャーでしょうか。考えたことに足がついていかなかったようですね。味方にパスを出します。これは狙えます。ここはキーパーがセーブします。うまく抜け出したんですが最後にもう一工夫あってもよかったんじゃないでしょうか。ボールはエリアへ。クリアしきれません。ディフェンダーがブロックします。クロスは相手に処理されました。ここは押し出します。ビッグチャンスです。入った。ゴール。これでハットトリック達成です。いやー、それにしてもこの選手はすごい活躍ですね。フィニッシュも非常に落ち着いていました。こうなるともう誰も止められないんじゃないですか。いやー、これでハットトリック達成です。これだけ当たっているならもっとこの選手にボールを集めた方がいいですね。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。ヤトゥレ、スペースへのボール、いい位置です。抜いた。周りを確認したい。決まった、決まった。ゴールです。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ボールを取りました。さてどうする。
ファンビジョだ。入るか。クロスバーに当たった。ボールをしっかりと守ります。しかしあれが枠に当たるなんて運がないですね。マルセイユ、サイドのスペースが広く空いています。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。トゥレ、うまくボールを奪った。クロスを上げた。中はフリーだ。このシュートを弾いた。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足。